2020年自由民主党党首選挙は2020年8月に実施されたイギリスの自由民主党の党首選挙である。前年の総選挙にて当時の党首、上数院村が落選し、選挙後は遠首の座が空席となっていた。当初は次期党首選挙を2020年7月に予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、 スケジュールを6週先延ばしして実施する形となった。党首選挙は最終的にエド・デイビーとレイラ・モランの2候補による争いとなり、デイビーが得票率63.5%で勝利した。2019年7月、自由民主党党首、ビンス・ケーブルの辞任の伴い実施された党首選挙において、ジョー・スインソンが新党首に選出された。この党首選挙において、 スウィンソンの対抗馬となったエド・デイビーは副党首選挙において無投票で副党首に選任された。2019年12月、イギリス総選挙において、ジョー・スウィンソン党首はイースト・ダンバートンシャー選挙区から立候補するも、スコットランド国民党のエイミーから半249票差で敗北した。スウィンソンは2005年の区割り見直しで、同選挙区が再編成されて、以降、 同選挙区の議席を獲得を保持していた。2015年の総選挙で一度スコットランド国民党のジョン・ニコルソンに敗れたが、2017年の総選挙で奪還した。党首は国会議員である必要がある。党の規約に従うと、党首が議席を失った場合、副党首と党首席が自動的に共同代行党首となる。江戸デイビー副党首とサルブリントン党首席が、 共同代行党首となり、ブリントンの任期が終了した2020年1月からは、マークパックが公認についた。党は2019年の総選挙で11議席を獲得した。2017年に獲得した議席数からは一元となったが、全体の得票率は増加していた。元自由民主党国会議員ローマンラムは、総選挙における自由民主党の選挙活動を非難し、 議席減を招いた原因は、ブレグジット反対の党政策によるものであると指摘した。一部の自由民主党国会議員は、スウィンソンが次の首相になる可能性があるというメッセージが自信過剰であったとして、選挙活動を批判した。全体スケジュールは、2020年1月18日に、党執行部の会議体である連合幹部会で決定された。 立候補届出期間は2020年5月7日の統一地方選挙後の5月11日に開始5月28日に締め切りの予定となったそして投票は6月18日に開始7月15日に締め切りのスケジュールが組まれた2019年の総選挙における党のパフォーマンス評価を行うため余裕を持たせた日程となった2020年3月 新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、統一地方選挙の開催が1年延期となることが決まり、自由民主党党首選挙も2021年5月に延期された。この決定に対し、党員の反応は主に否定的なものであった。党の審査委員会はこの日程変更について、選挙の中止判断は正しいが、連合幹部会には2021年5月という、 日付を設定する権限までは与えられていないと判断した。審査委員会は連合幹部会に対し現在の異常事態が収束するまで中止判断を継続的に確認することを指示した。2020年5月20日、連合幹部会は選挙の1年延期という決定を撤回することを発表した。新たなスケジュールでは投票は7月30日から8月26日に かけて実施され、秋の党大会において、新党首の体制が発足する。自由民主党の党首選挙では、短期異常式投票を公式な投票制度として、定めているが、実際には一人のみを選出することから、実際には、即時決選投票での運用が行われている。そして全ての党員が、一人一票の原則のもとに、投票する権利を有している。候補者は、 会議員である必要があり、自身を除く自由民主党所属会議員1名以上の推薦を受けなければならない。また候補者となるためには、党員200人以上からの支持及び、参加政党からの支持も必要である。この選挙のために発行された投票用紙は117,924枚で、あり、党の歴史における最多枚数を更新した。 自由民主党は2020年5月20日に党首選挙のスケジュールを発表した。雑誌、ニュース・テーツマンは2020年1月、自由民主党の党首選挙に、デイジー・クーパー、エド・デイビー、ウェラ・ホブ・ハウス、レイ・ラ・モランが立候補を検討していると報じた。2019年12月と2020年1月の予想では、デイビーが筆頭候補であり、ついでモランの名が挙げられた。 クリスティン・ジャーディンは2020年1月時点においては立候補を計画していると述べたが4月に辞退した。デイジー・クーパーは2020年1月立候補を検討中であると述べていた。党が2020年に選挙を実施することを決定した後の5月、クーパーは立候補しないことを表明した。そしてクーパーはエド・デイビーの支持を表明した。クーパーは党内で 左派寄りの立場であったことから、立候補の取り留めは、レーラ・モランの動きを抑えることが目的であったと考えられた。2020年1月、ウェラ・ホブハウスは、党首選挙への立候補を検討していると述べた。その前月、ホブハウスは、自身が移民であることについて、もし仮に自身が党首となった場合、どのように扱われるか懸念を表明していた。2020年2月5日、 ホブハウスは、党首選挙に立候補することを表明した。ホブハウスは、ウェブサイト、ポラディックスホームの記事において、自由民主党は、柔道左派の選挙活動を行うべきであると主張し、また、イギリスの EU 復帰の可能性を検討すべきと、論じた。2020年5月、ホブハウスは自由民主党に対して、党距離を捨てることを要求した。ここで、党距離とは、 労働党とも保守党とも等しく離れた立場で自由民主党は活動すべきという考え方を意味している。ホブハウスはもし仮に自身が党首に選出された場合、自由民主党は労働党及び緑の党と直ちに手を組み活動を開始するつもりであると述べた。6月23日、ホブハウスは立候補の撤回を表明し、レイラ・モランを次期党首として講演することを発表した。 ホブハウスは書面において、モランを連立政権が生み出した自由民主党の負の遺産を、打破し、次の選挙において保守党を倒すために、中道左派の立場を取ることができる唯一の候補者であると言及した。レーラ・モランは2020年3月8日に、党首選挙への立候補を表明した。モランは自由民主党について、教育、環境、政治文化の政策分野により、 重点を置いた前向きなビジョンが必要であると述べた。モランはニュースサイトビジネスインサイダーとのインタビューにおいて自由民主党は労働党よりも求心的であるべきと主張し保守党との連立に関してはボリス・ジョンソンが党首である限りはありえない選択肢であると述べた。モランは選挙制度改革に関する公約を履行してから 労働党との連立参加に合意すべきであると述べ、その上で自由民主党と労働党が協力して、活動して保守党の議席を奪いに行くべきだと主張した。モランはかつて、2019年の総選挙における党の戦略を批判し、ブレグジット阻止という党の方針は、有権者の信頼を得られなかったと述べていた。ウェールズの党員とのオンライン演説イベントでは、2021年、 ウェールズ議会選挙においてカースティ・ウィリアムズを勝利させることを最優先事項として挙げた。ウェールズ党及び緑の党と選挙協力を結び、一部選挙区で自由民主党の候補を擁立せず他の党を支持するという決定は選挙活動を行う上で指揮を下げると述べた。モランはより高い倫理基準を持つ企業が生産した製品に、 認証ラベルを認めるカイトマーク制度を提案した。モランはまた、ユニバーサルベーシックインカムの導入を指示した。2020年6月、投資代行のエド・デイビーは、私には介護者としての経験がある。これは、アフターコロナのイギリスの再建に役立つものであると述べ、投資候補として名乗りを上げた。デイビーは、医療介護者を支援するためのベーシックインカムの設立を提案し、 自由民主党はソーシャルケアの政党であるべきだと主張した。デイビーは労働党との正式な選挙協力については否定したものの保守党政権の打倒を優先すると述べ次回選挙において保守党と協力するという選択肢を除外した。デイビーは研究投資及び技術投資を通じて2030年までに国内炭素排出量をゼロに削減する計画を提案した。 ウェールズの党員との圧力問題では、2021年、ウェールズ議会選挙が優先事項であり、自由民主党の成功を期待していると述べた。立候補受付開始初日の6月24日、エド・デイビーとレーラ・モランの2名が、投票フェーズに進むために必要な推薦者の人数を確保した。立候補の受付が7月に締め切られた時点では、国会議員推薦数、 支持党員数ともに、デイビー候補が、モラン候補を上回っていた。雑誌、ニューステーツマンは、デイビー候補が、モラン候補を比較すると、モランがより左派的な思考である報じた。デイビーは2010年から2015年まで、当時の党首、ニック・クレッグ及びその他の自由民主党員と共に、キャメロン・クレッグ連立政権に参加した。デイビーは自由民主党右派議員による提言集。 オレンジブックの気候メンバーでもあった。連立政権の歴史は2015年以降の自由民主党の支持率を低下させたが、デイビーは連立政権の歴史を擁護する立場を取った。一方でニューヨーロピアン氏は、デイビーは連立政権時代からの脱却を目指しているのではないかと評価した。以下の議員は立候補の意思を表明した。以下の議員は、 当初立候補の意思を表明したが、後に撤回した。当首選挙の候補者は、様々な有力政治家からの指示を受けた。全当主、インソンは、選挙運動において、中立を保つと予想された。現職会員議員上院議員、元会議員、元大衆議会議員その他の、政治家現職会員議員上院議員、元会議員6月24日から、 候補者の推薦が開始された。候補者2名は共に投票フェーズへ進むために必要な推薦者数を獲得した。国会議員票は議員総数11名のうち候補者2名及び中立の立場となる院内幹事長アリステア・カーマイケルの分を差し引いた発表が総数となる。自由民主党の新党首がエドデイビーに決定したことが8月27日に 発表された。これは1988年の党首選挙以降、最大の得票率差での勝利となった。これは1988年の党首選挙でパディアッシュダウンが、得票率71%を獲得して、以来の最大の得票率での勝利であった。デイビーは勝利スピーチにおいて、自由民主党は目を覚ます必要がある。コーヒーの匂いを嗅げと声を上げ、 我々と価値観を共有していない人々の声こそ聞き始めなければならないと述べた。またデイビーはキャメロン・クレッグ連立政権における自身の経験を強調し地球温暖化への取り組みを公約として掲げた。モランは自身のツイッターでデイビーを祝福しイギリスのより良い未来のために共に活動することを楽しみにしていますと述べた。ありがとうございます。